こんにちは、加藤理香です。チューリップ福袋のネタバレ動画をします。これは普通サイズ、普通大特大があって、一番ちっちゃいタイプの福袋になります。私はさ、すごいいっぱいチューリップ植えるんで特大とかも買ってますけど、一般家庭だとこのサイズで全然いいんじゃないかなと思います。ちなみにまだ販売してたので、欲しい方は頼んでみられたらどうでしょうか。全部で100球っていう福袋なんですが、チューリップ以外のものも多少入っております。今から紹介します。フェーバス、これは植えてましたね。これは初めましてのカナスタさん。全部ね、5球ずつ入ってます。これも初めましてのワールドフォーボリット、ベンバンザンテンは育てたことあります。キャンディープリンス初めてさん、カティンカ、でっかくない？だから球根もでかいんじゃないのかな。お、そんなこともないか。リトルビューティー、これは原子系ですね。だからちっちゃいぞ。原子系ってほっといてもいいよね。掘り返さなくていいよね。ずっと毎年咲く。サイゴン、サネ、これは去年育てたぞ。綺麗なんよね、細くて。ファンシーフリル、あ、かわいいな。マッチ、あ、これ特大のコーナーにも入ってた。かわいいね、これかわいいね、ほら。黄色と混ざっててかわいいな。オレンジファンアイク、これは特大の方にも入ってましたね。もう芽が出てきております。ムスカリが50、これは何だろう、節分草だって。スイセン、なんだこれは、ユリか。でかいな。ヒヤシンス、ヒヤシンスの混合、こんな感じで入ってました。というわけで、チューリップ福袋の普通タイプのネタバレ動画でした。箱はこれできました。今後もチューリップの成長具合を動画に撮っていきたいと思っているので、よかったら見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。